一昨日ですかね、はい、ようやく日本に帰られて、寒くなってましたけど、なんか中友さんのように感じられたことはありますか？そうですね、まあ、僕は空港一人家族で帰って出迎えなかったんで寂しかったんですけど、まあ、でもそのメディアとちょっと出たりする中で、やはりその日本すごく盛り上がったんだなっていうのを結構実感できましたね、はい。実際は本当に僕も取材から働くから帰ってこさせていただいたら、タクシーの運転手の方がいきなりワールドカップ見てますかって話されて、帰ってきましたって言いづらいなすごい興奮していろんな選手の魅力を語ってくださったんで、いやすごい浸透してるなと思いました。本当にイタリアモンスターだなと思った次第ですが、ワールドカップ今回もう終わりまして、いろんなモンスターがやっぱり現れました。その中で中野さん、なんかこうメンタルモンスターになる中にも書かれてますけど、やっぱエムバペ、ネイマールすごかったですね。やっぱモンスターですか？そうですね、エムバペとは僕はフランスのマルセイユ時代に対戦してまして、まあ、ネイマールもそうですね、あとは代表でもネイマールと対戦したりとか、まあスピードがびっくりするぐらいあって、陸上の短距離の選手がサッカー技術上手くなったみたいな感じで、本当に衝撃的なスピードを持っててびっくりしました。やっぱりワールドカップの中でモンスターと言われる選手になるぐらいになると、何がこう感覚的にピッチでは違うんですか？感じ方、そのフィーリングなんでしょうけど。いや、何が、まあ、まず圧倒的な自信を持ってるところと、まあ、かかってこいよという感じです。そのぐらい余裕があるところと、まあ何度言ってもやっぱりスピードですね。これは圧倒的な違いがあるなと感じます。まあ、今大会も得点王ということで、すごい試合でしたね。決勝すごかったですね決勝戦見てましたけど、衝撃受けました。これまでの人生の中で一番こう心打たれたといいますか、衝撃を受けた試合だったかなと僕の中で思います。遠藤さんは決勝はご覧になられました？あ、見てましたね、はい。ただちょっと PK 戦見れなくて、ちょうど空港に向かっている途中でずっと見てて、延長終わった瞬間にちょうど空港着いちゃって、でチェックインしなきゃいけなくてPK 戦一番いいところ見れないから、で空港にいる人たちが結構携帯でこうやって PK 戦見てるのを見て、こうちょっとこのチェックインするっていう、はい、そんな感じでした。そうですね、携帯覗いてる人がいたんですね、はい、怖いですね